うなるんやこの子の人生はって、とにかく、まあ、僕がびっくりするやばあちゃん自慢しててですね、まあ、雑誌出たりテレビ出たりするわけですよ。僕はその当時の僕は波動拳。皆さんこんにちは、日本元気にする YouTuber 岡本由紀です。今日もよろしくお願いします。今日はね、僕の死んだばあちゃんに僕が伝えたいことっていうのをですね、今更ですよ、今更伝えたいことっていうのをですね、話してみたいと思います。ばあちゃんはね、とっても苦労した人だったので、まあ、苦労した人ってもね、その当時の人だから全員ですよ、全員苦労してはるんですけど、そんなばあちゃんに僕はまあ感謝の気持ちを今日は伝えたいなと思ってますっていう、そんな動画になります。今日の動画が面白かったなとか、興味持てたなとか、ええ話やったなと思っていただけたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。 Twitter と Instagram と Facebook もやってます。よかったらフォローしてやってください。ばあちゃんとの出会いですね、僕が生まれた時なんですけど、あ、それ当たり前かとにかくね、僕は、出来が悪い子ではないんですよね。悪い子なんですよ。で、まあ大体タピさんなんかも、想像すればわかると思うけど、相当やんちゃなクソガキだっただろうなと僕のこと思ってると思うんですね。僕の同級生も多分この動画見てくれてると思うんですけど、お前は確かにクソガキだったぞって言ってもらえると思うんです。大体ある僕の同級生と僕の名前が出て、〇〇君が〇〇してましたみたいなですね、〇〇君に〇〇されましたみたいなことですね、延々道徳の時間とかにこう叱られたりするような、そんな子供だったので、ばあちゃんが何してたかというとですね、お百度参りをしてたんですよ。お百度参りに何かの価値があるんですかっていう話になると思うんですけど、ばあちゃんは暗いところが怖いのに、僕のために、まあ、深夜に、お宮に行ってですね、お百度参りをしてくれるということを僕には内緒でしてくれてたんですね。つまり僕に何かがついてんちゃう、悪いものがついてんちゃうかと思うほど僕は悪い子だったそうなんですね。で、自分ではまあナチュラルに生きてたので、まあ、成績の際は悪なかったんでね、何かに困ることはなかったんですね。運動神経が悪いというわけでもなく、何かに困ることも、絵が描けないわけでも、 何かで見劣りするような人生じゃなかった。気楽に生きてたら気楽に何でもできる子みたいなのだったんですが、人を思いやる心っていうのはですね、常に持ってない人で、で、まあ、とにかくやんちゃに生活とったわけですけども、そんなばあちゃんがですね、お百度参りしてるっていうのを聞いたのは結構後だったんですね。ばあちゃんお百度参りしとったんやでっていうのを、これがお袋から聞いたわけですよ。で、そっからですかね、スイッチ入れたのは、これじゃいかんなと思って、真面目にやろうかなと思って、ちょっとどのくらいできるか自分でもわからんけど、まあ、ギア入れてみるかみたいな、トップギア入れてみましょうかみたいになったら、高校卒業してからなんですが、その頃に聞いたってことですね。で、いろいろばあちゃんとの思い出はたくさんあって、これまたばあちゃんとの思い出の話っていうのをね、聞いて、まあ、皆さんにも自分のおばあちゃんおじいちゃんとの思い出話っていうのがあると思うんで、それを思い出していただけたらなと思う回っていうのは別に作ろうと思ってるんです。今日はね、岡本家の家の話をしています。岡本家は愛媛県の最南端に位置する愛南町っていうところにありましてですね、汽車もない、まあ、電車ね、もないで、空港までも百何十キロ、僕が子供の頃だったら県庁所在地って言われてる松山まで6、7時間車で、その岡本家はですね、僕のおじいちゃんが、戦争で亡くなって、おじいちゃんの弟も戦争で亡くなって、で、岡本家は跡取りがいなくなったので、婿養子を取って次のおじいちゃんが来ました。そのおじいちゃんも早死にしましたみたいな。で、お父さんお母さんがいてて、お母さんに弟がいたんですけど、弟も早死にしましたってことで、お母さんが、岡本家を継いだんですけど、お母さんが結婚して養子を取って、その人と離婚し、2人目の人と結婚してまた離婚するっていうことでですね、岡本家にあの男は残ってないんですね。で、幼少時の僕が一番年上で、僕とにかく怪我するし病気するしで、僕も死にそうなんですよ。つまりその岡本家って家が、なんかイメージとしてはですよ、かなり男にとっての縁起の悪い家で、まあ僕が特にこう死にそうになるわけですけど、で、僕のご先祖もみんな死にそうになるか死ぬかいなくなるかみたいな状態になりましたと。で、僕が大阪の学校出た後は弟が今度病気したり怪我したりするっていう、とにかく危ない、僕からするともう危なくて仕方がない家だと僕は思ってました。で、呪われてるってこともないと思いますし、なんかそういうことがあるとも思ってないですけど、とにかくその頃は縁起悪かった。
で、まあ、外出ることに対して、誰かが反対するわけでもなかったので、外出て、外出たら割と健康だったんですけど、まあ、61まで生きてますしね。なので、あれなんですけど、まあ、割かし早めに芽が出ました。まあ、皆さんもなんとなくお気づきだと思いますけど、他の子、同級生なんかと比べても、僕は出世が早い方、年収が早めに上がる方でした。で、トン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 と上がっていって、パッパコンと落ちた、一回落ちてはいますけど、トン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 と基本的に上がっていった人生なんですが、ばあちゃんが亡くなった時は、僕が、まだ離婚もしてなかったし、弟もその離婚するわけで離婚もしてなかったし、ちょっと娘が大きな病気するんですけど、その病気も見てない状態でおばあちゃんが亡くなりましたってことですね。おばあちゃんはちょっときれいこう上がっていってる、岡本家が上がっていってる状態のところで、ピークみたいなところで亡くなったんで、まあおばあちゃんにとってはもうちょっと長生きして欲しかったなという思いもあったんですけど、まあいいタイミングだったのかなっていうふうに家族では納得しようと思いました。その後はだいぶ落ちましたからね。僕はその借金抱えたりとか、弟離婚したりとか、いろいろこう悪いことが立て続けに起きていったんで、ばあちゃんにこれ見せなくてよかったねっていう話をしたぐらいでした。で、まあ僕はかなりばあちゃん子で、ばあちゃんの妹とか預けられたりもしてますし、ばあちゃんには随分こうお世話になったんですよ。で、かなり好きでしたしね、僕はばあちゃんのこと。で、ばあちゃんが僕のことを好いてくれてるのも分かったしってことで、その当時から僕はばあちゃんのことは大事にしたらあかんなと思って、ばあちゃん孝行をしてたつもりでいたんです。で、自分としては、まあ、出世することもばあちゃんに小遣いたまにあげることも僕の中ではばあちゃん孝行の一つであったと思ってるんです。で、ばあちゃんからしたら自分の子供じゃないんで、子供の子供なんで孫に当たるわけですけど、孫なので手放しで喜んでくれましてですね。で、近所でうちの孫が頑張っとるって、同級生の中でもこう群を抜いて出世してます、出世が早いですっていうのはもちろんのこと、お百度参りですからね、お百度参りせなあかんかった子が、出世してますっていう話になると、こう手のひらがこうひっくり返るプラスマイナス逆転してますからね、人生が。で、どうなるんやこの子の人生はって、この子才能はあんねんけど、とにかく真面目にしようないからな、アホやからなってばあちゃん思ってるわけですよ。それがある時急に真面目に生き始めると、ぐいぐいとこう頭角を現してて、結果がガンガン出てきてしまうみたいなことになったわけですよ。ばあちゃんは嬉しかったやろうなと思います。とにかく、まあ、僕がびっくりするやばあちゃん自慢しててですね、まあ、雑誌出たりテレビ出たりするわけですよ、僕は。その当時の僕は、そしたらその雑誌も置いとく、テレビ録画したのも置いとく、人が来たら録画見せる、あの雑誌見せる、そう、ね、赤の他人ですよ。赤の他人のその孫が雑誌に出てる言われても、別に、はぁ、みつこさんすごいですなぁ言われても、そうでしょって言うてても、どない考えたって赤の他人ですからね赤の他人がこう雑誌に出てる、雑誌に出てる言われたって、びっくりするようなもんでも嬉しいもんでもないと思うんですけど、それがもうガーッとばあさんの部屋に積み上がってですね、でも大事大事にこうしてくれてたんですけど、まあそのくらいばあちゃんは僕のことを愛してくれてたし、僕もばあちゃん孝行と思って頑張ったのが、そのばあちゃんの自慢の孫に慣れてますから。その前はお百度参りせなあかん孫だったわけですからね。そっからその近所で自慢できる孫になったってことで、まあ僕なりに満足はしてるし、ばあちゃんのその辛いところは最後見せずに済みましたっていうことで、僕はちょっとホッとしてたんやけど、まあずっと見守ってくれてるやろうなとは思ってて、そんな中で、まあダメになったところでこう見るの諦めてはないと思ってくれてる、その後頑張って見てくれてると思うんで、まあ今お伝えしたいのは、報告したいのは、まあその後ちゃんと成功しましたよと、で人生きれいにハッピーに着地できそうですっていうのをですね、死んだばあちゃんにもちゃんと伝えたいなと思ってますっていう、そんな話です。皆さんもですね、亡くなられたご家族おられると思うんですけど、雲の上から皆さんのことを見守ってくれてると思うんですね。そんな中でぜひ皆さんがですね、俺こんな風になりましたよってこう自慢できるような、胸張ってこう報告できるような、そんな人生を歩んでくれたらいいなぁなんて僕は思ってますっていう、そんな話を今日はしてみました。ちょっとね、締めっぽい話になってますけど、まあ人はね、生まれた時から平等に与えられているものは必ず死ぬってことなんですね。なので僕もこの後死にますし、まあばあちゃんもちゃんと死んだし、これお袋もこの後ちゃんと死にます。この時もどん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 こう順番っていうのがあって、順番通りに死んでいければ
死んでいくものは幸せです。で、遺伝子が残せたらそれはもっと幸せなことなんだろうなと思ってます。皆さんがですね、ご先祖様にいろいろいい報告ができるようになりますようにということでですね、今日の動画ここまでになります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。もし自分の思い出みたいなのが強く残っていることでもあればコメントなどください。ではまた会いましょう。バイバイ。